2番人気7番西のフラワー、1番人気に負けず劣らずいい仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。一番人気はもちろんこの子、ここまで無敗、トリプルティアラの馬娘エアグルーヴ、虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はここまで無敗、二大マイル戦覇者5番待機シャトル、さあ2番人気はこの子、トリプルティアラの馬娘7番西のフラワー、実力は1番人気にも引けを取りません。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた、各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは5番待機シャトル、あとは2番待機シャトル、7番西のフラワー並んできた。5番手9番待機シャトル、内8番西のフラワー、内の方からオグリキャップ、外を回ってバンブーメモリー、そしてその外から行ったのはエアグルーヴ。まもなく第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。未来はきっとこの先に。咲いて開いて広がる私のお花畑。はこれはダリエー、また一つ風紀を正したっす。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはマルテンスキー、7番西のフラワー、ここで抜け出した。食い下がる5番タイクシャトル、その走りでレオハイを見事に制しました。2着は